はい、高橋丈太郎でございます。はい、ですね、また上島竜兵さんの記事なんでございますが、なんとですね、計算された方がいらっしゃってですね、その記事が出てます。はい、そしてですね、結論は、この321になってますね。321は123ですね。つまり日航機との関連、これが出てきます。はい、でこれはですね、前回のですね、前回の記事ですね、その前回の記事ですね、もう書いてありますけれども、それも書いておきます。ページにも、日航機のページにもですね、書きました。はい。それからですね、この拓三さんですね、拓三さんの記事もこれ載ってますね。で、33ですね、33になったということですね。33911666、123、46もよく出てきます。最近はどうですかね。33か911ですね。で、これが出てきましたので、カバラ数秘術ということですね。はい。支配者はですね、数字に残すということでございますね。数字で。ですから、生まれた日とですね、亡くなられた日ということをですね、調べていただくとですね、これが数字で出てくるという話はですね、もう私も長い間ですね、ずいぶん長い間ですね、見てきております。はい。33になってますね。はい。亡くなられた日とですね、誕生日ですね、ここに書いてありますのでですね、これはですね、ちょっと上島竜兵さんのページをですね、作ろうかなと思いますね。これだけ出てきますですね。そして日航機ですね。日航機との関連。はい。ということで、以上でございます。今回はこれで、こちらをご覧ください。これはですね、偶然というのはですね、ないという話がよくありますけれども、偶然ではございませんですね。はい。偶然でですね、すべてが33とか911にはならないんですね。偶然だっていう方はですね、34とか35とかですね、36とかですね、911ではなくて912とか913とか914でですね、なさってみていただけたらなと思いますね。これはですね、そういうふうにはならないと思いますね。はい。ならないですね。必ず33か911という数字がですね、残ってるわけですね。はい。では、ありがとうございました。失礼します。